こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は来年始まるオーストラリアアマゾンですね、どんな商品が儲かるか、これは儲かる食品がたくさんあって、その一例として、実際には扱えない商品なんですけど、ワイン、この価格差についてお話したいと思います。ワインはね、扱えないんですけど、逆に価格差がある商品、類似のものはたくさんあると。で、サポート受けてる方とかね、あるいはメルマガの登録者の方には、具体的な、商品等も、今後、お流ししてきます。興味のある方は、メルマガ、こちらにですね、ご登録ください。で、例えば、輸出で差額を取るときにですね、普及品というのは、結構、初心者の方が利益を取るのは難しいです。シャンパンの例でいくとですね、ブーブークリコ。ね、黄色いラベルの、一般的なシャンパンですけど、日本だとだいたい4000ちょっと。で、これはね、オーストラリアでも、5000円ぐらいで、安いとこなら買えます。あんま価格差ないですね。ところが、レアな商品。これになるとね、ぐっと大きな、差額が取れます。例えば日本だとね、ヤフオクなんかだと1万3000円で買える、ラ・グランダム・ロゼというね、とっても美味しい、シャンパンがあります。これオーストラリアだとですね、38,612円ね、3倍ですね、約3倍です。それから、アルマンド・ブリニャック、日本だと2万円のワイン。これオーストラリアだと、47,175円。2.3倍、2倍以上ですね。それから、ドンペリ、ね、ドンペリの中でも、普通のドンペリじゃなくて P2 というですね、結構寝かせたドンペリがあります。これ日本だと2万5000円なんですけど、オーストラリアだと4万7000円と。で、どういうことかというとですね、取引が増えてきて供給者が増えてくると、価格競争が起こって値段が下がるというのがね、結構起こります。だから普及品というのはね、仕入れれば売れるの分かってるんで、大手が扱ってますから、世界中価格差があんまりないと。ところが、レアな商品、高級品はね、国によってはあまり扱ってないんで、価格差が取れる。そして、オーストラリアはね、かなりその差額が取りやすい市場です。これね、ドンペリの P2 の値段なんですけど、日本が安いというより、オーストラリアだけ高いと。他にも高い国ありますけどね、実際に取引、できるようになる国だと、オーストラリアはかなりこの差額が取りやすい市場です。で、ちょうど似たような市場でですね、昔の日本は、そんな感じでした。ヤフオクができた頃はですね、ブランド品、例えばヴィトンとかエルメスっていうのはね、今みたくどこにでもあるブランドじゃなくて、一部東京に直営店があるだけ、デパートにも入ってなかった。その頃ヤフオクが入ってきまして、その頃ヤフオクね、私始めたんですけど、なんと韓国で買ってですね、履き古した、妻のフェラガモね、買った値段で売れちゃったと。だいたい1万3000円で買ったんですけど、1年以上履いたのがね、買い値で売れちゃうと恐ろしいですね。履き古した靴が売れるんだと驚きました。これも需要と供給で供給があんまなかったからですね。で、パリで買ったヴィトンの財布、ね、私が使い終わった後に、古くなったから買い替えようとかね、飽きたから売ろうと言った時にね、買った値段で売れると。ね、これまた同じく2万円弱で買ったものが2万円弱で売れる。それから、ビトンのグラフティっていうね、バッグね、パリで3つ買って、ヤフオクで売れるのを、3つ出して、で、2つ売れた時点で、じゃあ1つは自分で使おうってね、売るのをやめるとか、そういう風にしてね、かなり適当にやっても儲かりました。出しさえすれば儲かったと。これヤフオク美味しい時期というのはですね、多分10年近く続きましたね。初めほどボロかったのは2、3年で終わりましたけど、その後10年ぐらいはやっぱりかなり稼ぎやすかったです。で、オーストラリアもね、いろんな規制があったり、商品によってね、売れる売れないとか、輸入しやすいしにくいってのありますんで、その辺をうまくやれば、やっぱ数年は相当稼ぎやすいだろうなというのがね、もう予想できまして、今からとっても楽しみにしてます。こういうふうに、市場はある程度大きくて、で、価格差が取れる商品がポコポコ見つけやすい市場っていうのはね、そうそうないです。逆に言うとあるんですけど、そのね、取引を始めるために、どういう準備をするか、その辺のことを考えるとね、初心者の方が副業で儲かる
レベルで何かできるかっていうとできない市場が多いです。ところがアマゾンを使えば出しさえすれば売れるという状況になりまして、オーストラリアアマゾンは来年から始まると、そういう状況なんでですね、今から、まあ、準備して、開始の際にはね、スタートダッシュでがっつり、稼いでいただければと思います。まあ、気になる方はこちらのメルマガに登録して情報をチェックしてください。今後も儲かる商品、いつ始まる、どういう風に始まる、まあ、その辺の情報を、公開していきます。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。